自撮り棒と、はい、マジックテープ、ベルクロですかね、それからクリップ、これを使って簡単で高性能なスタビライザーの撮影の仕方を説明します。まずは自撮り棒ですね。こう伸び縮みする普通の自撮り棒です。でこれにですねスマホを取り付けます。まあ、こんな感じですね。これはまあ普通に自撮りをする時のスタイルなんですけど、まあ、これを適当な長さまで伸ばします。伸ばしましたら、そうですね、ちょうどこのバランスの取れるあたり、バランスの取れるあたりの少し上のところにこのクリップで挟み込みます。でこんな状態、このクリップで挟み込んだこの下のところ、首の部分にですねこのマジックテープをくるっと巻きつけます。まあ、これは適当な感じでいいんですけれどね。はい、こんな感じで出来上がります。でこうしましたら、この巻いたテープのすぐ下のあたり、この辺を持ちます。この辺を持った状態でこのように少し、そうですね、下が少し重いぐらい、まあ、これは少し上げたり下げたりしてバランスを取ります。でこんな状態で使うようにします。これで撮影を始めて歩いたり走ったりすることができます。このような状態ですね。まあ、前に動いても横に動いてもほとんど動きませんね。これはまるっきり普通のスタビライザーと同じ原理です。手を動かしてもあまり動きません。で回転させたいとき、パンしたいときは、まあ、手首を回すなり指を回すなりしてやります。この揺れの止める感じは指先で調整します。大きく揺れるようなときは少し強く持ちます。普段は軽くカメラが乗ってるだけの状態にします。このような状態で使うようにします。同じやり方で GoPro を乗せてみました。まあ、こんな感じで揺すってみましてもほとんど揺れません。ちょっと慣れは必要ですけれども、この首の部分の持ち方で簡単にスタビライザーとして使えます。自撮り棒のここの形状によっては、これらを使わずにただ単にここを持つだけと、こういう方法も考えられますが、この場合やはりどうしてもこの硬いですので、クッション性がないとですね、スタビライザーとしての働きが少し悪くなります。やはりこういうものを使って一番根元のところでもいいですので、止めてこのクッションとなる、まあ、ベルトもしくはゴムバンドで、そういうものをこのところに巻いてですね、はい、これでショックを吸収させるということと、もこの指で持った時の安定性を出すためにやはりこれはあった方がいいと思います。それでは実際に撮ってみたいと思います。ここからまずは歩きます。これが歩いてる感じです。多少揺れますがいい感じじゃないかと思います。歩きながら右へちょっとパンしてみます。でこんな感じですね。でそれではここから走ってみます。今これで走ってる状態です。早足ですね、早足、ちょっと駆け足。じゃあ走りながら右へパンします。こんな感じですね。